キッチン使うのすごい久しぶりです。誰もいないんで、で払っちゃってるんで、やっていこうかなと思います。なんかちょっといきなり声がおかしくなってる。パッケージ新しくなりました。これ買ってもうね、かなり経ってる。なんか美味しくなさそうっていうかね、パンガシウスっていう魚皆さん知ってますかね。ナマズキャットフィッシュなんですよね。だからまあ一応その新商品だからと思って、まあレビューした方がいいかなと思って、あとはまあ個人的にナマズってどうなんだろうっていうことでね、買ったんですけど、結局美味しくなさそうだったんで、ずっとそのままになってて、今パッケージ変わりましたね。白身魚のフィレ、多分同じものだと思うんですよ。輸入者が変わってる、昔はこの菅新ってとこになってるんですけど、今は神戸物産になってるんですよ。ただ原産国はベトナムっていうのは一緒だし、 500g っていうのは一緒なんですよ。今日はね、バターと塩コショウ、バターがないんでマーガリンと塩コショウでいこうかなと思います。でちょっと時間ないんで、解凍させないでもうフライパンですぐいっちゃう。バター仕立てのマーガリン、バター買うと使わなかったりするじゃないですか。でかさばるし、だからこれでまとめちゃうみたいな。4枚入ってる、4枚入ってるんだけど、まだ2枚ある。煮物です。今日は はい、というわけでこんな感じになりました。ぐじゃぐじゃになるかと思ったら、なんとか形、俺片栗粉つければよかった。まああの状態だからもうしょうがないか。普通だったら冷蔵で解凍して小麦粉つけてたかな。ちょっとナマズだと思わないように。ハーブをつけちゃったんで魚の味が分かんなくなったんですけど、とりあえずタラ系の味はしないです。スケトウダラにせよ、マダラ、あとなんかメロとかあるじゃないですか。タラ系、タラ系でもないのか、まあ一般的にタラ系で売ってるものの味はしない。で、あれ、卵の白身、白身の味、卵の白身の味がしますね。いや、するっていうか何に近い、近い、なんかスクランブルエッグ食べてるみたいな感じだ。これはバターの影響なのかな。癖がない、炭水化物臭さは全然ない。この香草っていうかハーブ、ハーブの匂いがするからわけわかんなくなっちゃってるんですけど、なんか卵食べてる、スクランブルエッグ食べてる感じ、動物のタンパク質、脂肪、そういう感じ、脂肪、うん、タンパク質、うん、あれでも川魚かな、わかんないな。ハーブのせいでちょっとわからない。ごちそうさまでした。